登録フーライ。なんでここでなんの、ほんでそれが。はいはいはい。え、ここはどこ。エンドシティがもともとあるところにさらにエンドシティが生成されたみたいなノリで。はい、どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。というわけでね、もういつでも出せるしました、ほら登録ね、この登録してほしいときにね、何か成し遂げたときにこの登録ボタンをね、登録ボタンがあるのよ、ここに。で、それを押すとここ出るみたいなね、その登録がいいですね。週末でーす、完成会始まりました、イエーイ。またね、こう週1の更新だからちょっと忘れちゃうんだよな。完成会甘神ナンバーワン、うん、ドズルさん甘神だって言われてましたけど、ちょっと違う意味での甘神だね。ワールド自体への甘神だからね。はい、まあそんなところでね、本日もよろしくお願いいたします。まあ、前回の数世界ではまあいろいろとありましたというところでね、こちらのチャンネルは年末年始を除くほぼ毎日マイクラ動画、あつ森動画、生配信、ミルダムでの配信等を行っている、そんな、マグニーのゲーム専用のところです。よろしくお願いします。はい、違う言い方するとね、おかしくなっちゃいますけれども、まあ今日は、前回の数世界で人のもの使いまくったからジャラさんのところからすっげー、前回だよね、あれ、羊毛をいただいたのでエリトラをね献上したんですよ。前回じゃない、前回は月齢大会だ、ごめんなさいね。本日もやってまいりますショート。はい、ってことで、来たんですが、ここの変更ありませんでした。はい、で、手文字ご覧ください。もう取りに行こうと思って、いるわやっぱりね、えいるのよ。リーストレスセッセ、あ、そうだ、でね、これまだあるんだって、ダイヤが。この下ってことか、じゃあここもなのね。うわら、ここもなのね。どういうあれでこうなったありがたい、ダイヤだったところに丸石を埋めてね、等価交換よ。10日じゃない、10日じゃない、全然10日じゃない。なんかもらってばっかりで申し訳ございませんね。土を、はい、こうしてね。夜か、ちょっとここ初期リスにしとくわ。だあれ、なんでここでなんの、船それが。なんでここでなるわけ、どこで、どこどこ、全体的に絶対近くでなったよな。ちょっと意図を私はまだ読み切れておりませんけれども、もしかしたらもうジャラさんのところの方で、動画は公開されてるかもしれませんので、ジャラさんの方もぜひご覧になっていただければ、今の音のね意味が分かるのではないかと思いますので、よろしくお願いします。さあ、ではね、もうしのごの言ってないで、もう早速私はね行こうと思います。こうたくさんのブロックを持ってですね、で、あとあれだな、ご飯でね、ご飯、じゃがいも、この辺か。遠藤をひたすら歩く動画、これ編集するの大変だってね。よろしくお願いします、本当に。今日の編集者さんはあの方でございますよ。よろしくお願いしますよ。攻撃のやつ持ってないな。あの、真打ちなんとかかんとかってのもらったはずなんで。いるよね。あ、ここに入ってる、もしかして。真打ち、とりあえず、ツールの回復が必要なんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。まあ大丈夫か。回復せんでも。ただね、エンダーパールが、も欲しいわ、あと何個か。っていうことで、やはりエンドには一度お邪魔したいと思います。おーおー、こんちゃーす、こんちゃーす。マジでビビるからやめて、すげえ道整備されてる。今の怖かったでしょうよ、びっくりした。おーっと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 、これ多分カズクラさんだな。カズクラさん整理したな、これ。なんかね、誰かがやってくれたみたいなんだよね。ほら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 、ガラスが見えてきた。あ、安全に、安全にしたのよ。安全にしてくれたんだよ、道を。なんか、しかも、置かれてない?エンダーテストだなんだって。ここに、本来はね、あれを、お?あれを置きたかったんだよ。本来は。あれ。もう名前出てこないから、もうあれだけど。全然出てこんけど。エンチャントテーブル。エンチャントテーブルをね。あれ?これでいいな。これでいいな。よし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 。なんと、飯食って、気合い入れて、スタートいたしましょうか。今はもう誰も行ってないであろう。
こっちの方に来て、こう地図ね、こっち側の方がいいんじゃないかなと思うんですよね。で、メンさんがこれ結構発見してるから、もしかしたらなくなってる可能性もあるから、あ、そうか、ちょっと待ってください。ここでちょっと地図を一個いただきまして、新しい地図ね、これをもらって、すいません、本当に。製図台もこたん持ってきゃいいんだよ。結局は。向こうでやるわけでしょ。うん、新しい地図を向こうで広げていく。あれを渡った先、二つあるでしょ、二つあるでしょ。誰かがエンドラ倒したんだよ。ここを入ってみるという。はいはいはい。え、ここはどこ？ここで私は隠しの地図を広げます。で、え、こうして、あ、神神神神。こうだね。で、こうするでしょ？一番大きくしないとダメか。ほん。ほん。どこですかここは。まあでも、あ、そうだな、ここちょうどいいかもしんない。メンさんのさっきの地図でいうところのメンさんがいっぱい並んでた地図だったでしょのちょうど左側なんじゃないかってことで、ちょうどこれを地図を左手に持ちつつ行ける状況になりました。やった、参るか、歩いて歩いて探しまくろうではないか。行きは大変、帰りはよいよい、そんなエルトラ探しの旅のスタートです。パー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 、怖い。もう帰りのことなんて考えなくていいんだ。これエリトラゲットできるんだから。道しるべとかさ、ちゃんと置いとかなきゃダメとか、そういうのないから。いや、そう考えると意外とね、エリトラ探し難しくないんだって。いやいや、やんなくていいんだな。とか言って曲がりやすいように何かやろうとしていた私でございましたが、もうしょうがない。さあ歩こうぜ、歩こう歩こう。歩いて地図埋めていくの何気に初めてかもしんない。で、エリトラ借りてくれやかったのか俺。バカだね、エリトラ借りてくれやかったのか。レンタルエリトラがあったんじゃないか。やめる、そうだな、レンタルするには、ごめん、ちょっと今気づいたわ、その方が早いわ多分。え、なんか渡せるもあったかな。いただいたダイヤモンドを渡すか。もらったら渡す。カズがエンチャしちゃった。そうだった、確かそうだった。ここに気持ちを入れていく感じね。お願い、いやー、これ大丈夫ですか。1スタックあれば。ありがとうございます、ここにありがとうございましたとね、お借りさせていただきましたっつってね。これ麺にもらったやつなんだけどね、もらったら渡す。よくない、といいますといいます。これはもう皆さんね、コツですよ。高さを300以上まで上げよう、花火の節約方法ね。で、終わるかな、勢い終わるかなって時に、はい、これぐらいの感じにして、あとは方向をね、地図を見ながらね、しっかり定めていく。もう地図見てりゃ分かるから、もう皆さん、エリトラがあるかないかが、そう、そこにエンドシティがあるかないかを、もう地図を見るだけで判断ができる。いや、でもこれ麺が言ってる可能性ある。言ってないな、これ確実に言ってないね。センキュー、ありがとうございます。やばい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 よやばいよ、なんかまためっちゃゲットできたよ。やっぱすごいんですって、エンドシティ。もう取らなくていいやつも全部捨ててくから、もう これとかもうごめんだけどね、贅沢だけど、こういうのは置いていく。チェストもごめんだけどいらないんで、今チューのポーションが醸造だけどマジでいらないんです、すいません。これ怒られるかな。これでもパールももういらないんですよね。ちょっとまあ1スタックあればいいんで、エンドロットはもしかしたら便利なのかもしれんので、ちょっと持って帰ります。これを上から攻略するのが気持ちいいんですよ。もしくはこれね、必殺ね、宝箱だけかっさらっていく作戦、そういう手法があるからね。うち今弓がないから、これ非常に戦いづらいんですよ。ここだったな、宝箱な。だからこうやって宝箱だけこうちゃんとインゴットだけね、うん、ちゃんとこうインゴットだけもらって、で次のところねえかなっつって、次はここだろうなっつって、これもう攻撃されるのがあれな場合はもうこういうことです。もう こういうことです。もう取れるだけ取っちゃうんです、こうやって。で弾避けて、で次のステージへ移動します。シュルカーボックスは取れないけれども、宝箱は確実に全部取れるという、うちマグクラの本編の方でやりましたけどね、今一度カズ世界の方でも皆様に、あ、ここじゃなかった、お見せしておきたいなという。こうやって割ってね、中に宝箱あるかどうかだけ確認するんですよ。ねえなと、もうねえところはもう無視ですと。
何この形。ちょっと待って、不思議すぎる、不思議すぎるぞ、それは不思議すぎるぞ。また当たっちゃった。それは不思議すぎるんだよ、不思議すぎるんだよ。ちょっとちょっと堪忍しとくな、あれだよ。変なエンドシティだったね。エンドシティがもともとあるところにさらにエンドシティが生成されたみたいなノリでございましたよ。マジでもう宝、あとシュルカーの殻集めるぐらいだと思うよ。そうだな、2つぐらいシュルカーボックス作っとくために。危ない、あと1個だけ殻取ったらもう帰ります。欲はかきません私、はい、欲がないで有名ですから。落とせや、倒しやすいさん、倒しやすいさん、シルカの中でもわりかし倒しやすいさん。あ、いた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 。これでどう、これでどう、これでどう。わあ、ダメか。あ、こっちにもいた。倒しやすいさんだ。倒しやすいさんのところへ参りま、招待。おーおーおお。倒しやすすぎだろ。せい、はい、これでたまりました4つ。帰りますか。いらないやつはポイポポイ。いらないやつ、お、すごいじゃん、ほら。すごい宝のこれ。うん、毎回すごいね、ほんと。これだから、これは私のにして、これを回復させて、返せばいいわけですよね。ありがとうございます、つってね。はい、帰りまーす。じゃあね。危なくないか、これ。危なくないか。飛んで帰った方がよくないか、これ。ねえ。いい、飛んで帰るわ。ごめん。飛んで帰った方がいいわ。いや、奈落にエンダーパール投げても行かないとは思うんだけど、奈落にね。いやでも念のためよ。じゃあ回復だけさせていただきまーす。ショータイム。もうこれで回復したんじゃないか。もうここの経験値でもう OK なんじゃないか。はいはいはい、 OK です。おいっす、おいっす、おいっす。ありがとうございました。エレトラ復活の巻ショフフフ。分かった、これ分かりました。これ言わせないやつだ。スヤとかおやすとか言わせないやつですね。そういうやつです。あ、地図持って帰っちゃった。2個目ね。はい、2個目ですよってやっといて、で、エメラルドとダイヤモンド。ダイヤモンドはあれだ、あれか、もらったからちょっと返そうか。鉄と。で、金ごと半分ぐらい。これを共用倉庫に入れたいと思います。借りっぱなしだったんでね。やっぱりエンドシティいいな。行きまくろうかな。前も言ってたな、これ。ああ、これ前も言ってた。うん。行かないぞ、こいつ口だけだぞ、こいつ。こいつ口だけだぜ、みんな。まずいぜ、こいつ。口だけだぜ。レンタルさせて。いただきやした、パリーン。うん、やっぱそうだ、多分そうだ。あ、ほな。